卒業生バンドでモカって言います。モカ
MOCHA って書くんで、なんか影でモチャって呼ばれてるらしいっていうのをさっき聞いてちょっとモカです、ちゃんと覚えてください。ちょっと6年生なのでトクちゃんがおしゃべりしてくれます。27でベースを弾いてる徳永と申します。今日来てくれた人たちありがとうございます。今まで MC ってちゃんとしたことがなくて、ちょっといろいろ飛びそうなんでメモに書いてきました。03の人たちは知らないと思うけど、僕は1年の時に結構伝説的な留年をしちゃって、はい、そうなんですよ。でそれで今年が7年目なんですけど、もともと僕が部活に入っ、なんか自分の話になっちゃうんですけど、部活に入ったのは、新刊ライブで1年の時のすごいスラップのうまいベースヒーローみたいな人がいて、その人に憧れて部活に入りました。で、まあ7年間いろんなバンドを組ましてもらって、すごくありがたいことに誘ってもらうバンドが、自分のやりたいジャンルのバンドが多くて、本当に充実した7年間を過ごさせていただきました。今回このさっきのクルリズムとこのモカので出たんですけど、本当にこのメンバーでしかこの曲はできなかったんだなってすごく思います。はい、卒業生みたい。卒業生です。はい、という感じで、なのでこのバンドで演奏できるのもあと、まあ次1回だけなので、本当に1回1回を楽しんでいきたいなと思います。はい、これハトビートもう言うことなくなっちゃったかもしれないけど、はい、じゃあアニーに返します。ありがとう。じゃあ次の曲に行きたいと思います。金魚姫。Thank you.
頑張ります。次で最後になります。私もちょっとカンペがある。いつもテンパって話すこと忘れちゃうので、私もちょっとメモを取ってきました。ちょっと真面目な話をすると、私は宮大の軽音楽部に入って本当に良かったなと思っていて、最初3年生ぐらいまでは運動部のマネージャーと兼務していたので、なんか本当に周りの人に助けてもらうことばっかりで、本当に どういう時でも部活に限らず、いろんなタイミングで友達とか先輩とか後輩とかにたくさん助けてもらってここまでやってこれたなって思ってるので、本当にみんなに感謝しかないです。ありがとうございます。
一応6年生なので言える後輩に言えることがあるとしたら、まあ、やりたいことを思いっきりやって、地道に努力してたらきっとどっかで報われる時が来るんじゃないかなって思うので、まあ、みんなと楽しく友達と楽しく6年間ぐらい頑張ってください。そうですね、本当に今日忙しい中来てくれた人がたくさんいて本当に嬉しいです。最後までいてくださってありがとうございました。次で最後の曲です。Thank you.
行かないで帰ってね。